こんばんは、デザインアート絵描き田のカズです。本日はですね、急遽ですが、配信にお越しいただき本当にありがとうございます。今日はですね、なんとなんと60種類の宝石を大公開しちゃおうかなっていうね、そんな配信やりたいと思います。で、60種類のうちほとんどが一点物の宝石なので、皆さんね、ぜひお好きな宝石ピンポイントで手に取っていただければと思います。今日本当にいろんな種類の宝石ね、ご用意させていただいているので、きっとですね、皆さんのお好きな宝石見つかると思います。で、ほとんどが一点物とお伝えしたんですが、中には途中でサービスイベントみたいなイベントがね、出てくるので、そちらもですね、ぜひお見逃しなくっていう感じでね、今日配信やっていきたいと思います。でですね、今日ご紹介させていただく宝石は、もちろんご購入可能な宝石なんですが、ご購入方法についてはこの動画の概要欄の方にですね、記載させていただいてますので、ぜひですね、そちら読んでいただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今日は60種類の宝石一挙大公開しちゃいます。よろしくお願いします。でですね、今日たくさん宝石あるので、ちょっとね、ペースがいつもより早いですが、そちらだけすいません、ご了承ください。ということで、1番からもうね、早速いっちゃいましょう。1番はまず1つ目、これは超サービス価格で出しちゃいます。っていうのも、ちょっと見ていただくと、ここね、欠けちゃってます。ガードル部分が誰かにかじられちゃったかなみたいな感じで、はい、欠けタンザナイトご紹介です。約縦が 6.9 ミリで、横が 4.9 ミリあります。 0.6 キャラット、なんと500円で1ピース限定。欠けてるんだけどね、まあ綺麗なんです。はい、こんな感じでね、めちゃめちゃお得な宝石もたくさん出てくるので、ぜひ、まあ、見てるだけでもね、宝石好きな方は楽しいんじゃないかなと思います。そして続いてはね、2番目、かわいい、はい、クォーツのお花のようなね、葉っぱかなのようなカットのクォーツ、2番クォーツです。約縦 9.8 ミリ、横 6.8 ミリサイズ。後ろこんなカットが入ってます。2キャラットですね。2.0 キャラットの2番。特殊カットかな?特殊カットのクォーツ。なんとなんとなんと500円で1ピース限定でご紹介しましょう。さあ、まだまだいきますよ。皆さんね、ぜひ60種類あるので、番号を覚えておいていただけると嬉しいなと思います。この子が3番。3番は、マリガーネットですね。なかなか珍しい宝石ですね。流通が少ない宝石です。約縦が、5ミリ、横が4ミリサイズ、5×4 というサイズ感のね、マリガーネットになります。0.5 キャラットあります。1750円で1ピース限定。さあ、続いて4番。4番目は、まあ、ビッグストーン好きな方ね、ぜひ手に取っていただきたいんですけど、キラッキラーの、はい、イエロースキャポライト、約縦11ミリ、横9ミリサイズ、大きいですね。3.3 キャラットある、ビッグサイズのイエロースキャポライト、なんとなんとこのサイズ感で2500円で1ピース限定になります。かなりお得感強いんじゃないでしょうか。続いてはね、5番なんですけど、これは人気高いんじゃないかな。めっちゃ綺麗なバイカラーのトルマリン。なんか可愛さもあり、ちょっとこっちはね、クールな感じっていう感じで、クールと可愛いの融合って感じで、はい、5番目は、バイカラートルマリン、綺麗ですね。約縦が8ミリ、8.6 ミリ、横が 5.3 ミリ、1.15 キャラット、サイズバッチリです。2980円で1ピース限定。掘り出し物もね、たくさん今日連れてきてるので、ぜひね、ちょっと掘り出し物を探してってください。続いてが6番です。ゾイサイト登場って感じで、綺麗なカラーですね。なんかこう傾けるといろんなカラーを感じられます。オーバルカット、約縦7ミリ、横5ミリサイズ、0.8 キャラットの6番ゾイサイト。縦で持つとまたね、雰囲気変わるかなと思いますが、ちょっと縦で持ってみましょうかね。よいしょ。綺麗ですね。はい。2380円で1ピース限定。この子が6番の宝石。そして、7番。7番は、タンザナイト、綺麗なカラーですね。はい、約縦7ミリ、横 4.9 ミリサイズ、0.63 キャラットのしっかりとサイズ感がある。ちょっと縦で持たせてくれない。ちょっと持たせてね、ということで、はい、綺麗ですね。はい、7番ゾイサイトじゃなくて、すいません、タンザナイトですね。まあ、ブルーカラーのね、ゾイサイト、タンザナイトと言いますが、綺
綺麗な短冊ですね。インクルージョンのこのキラッとした輝きがたまらないです。はい、0.63 キャラット2100円で1ピース限定、綺麗な短冊ですね。さあ続いて、今日はねほんといろんなね宝石見れて楽しいです。はい、続いて8番いきます。8番はこの子もね可愛いんですよ。ちょっと虹色のインクルージョン見えますかね。いやーめちゃめちゃ綺麗ですね。はい、8番サンストーン。ちょっとね僕ね喋りすぎちゃってますね。はい、もうちょっとペース上げていきましょうか。約縦12ミリ横が、9ミリサイズ 4.7 キャラットの、まあ、インクルージョンがね虹色の輝きを見せてくれるサンストーンですね。可愛い金魚みたいな感じがね可愛いですね。1580円で1ピース限定。続いてが9番いきましょう。9番はこれは結構チャンスだと思います。ちょっとカラー見ていただければねわかると思いますが、カラーね濃いんですよ。はい、9番はサンタマリアアクアマリンになります。カラー濃いの伝わってますかね。透明感もありカボションも可愛いしって感じで、サイズが大きいんですよ。約縦が11ミリ横が9ミリサイズ 3.8 キャラットあるサンタマリアカラーのアクアマリン、3980円で1ピース限定でご紹介です。続いてが10番。10番はこんなラブラドライトもあるんだよ、ちょっとカミカミですみません、こんな感じのねラブラドライトもあるんだよということで、イエローカラーで透明感あり輝きがしっかりとあるイエローラブラドライトですね。約縦 10mm 横 7mm サイズ 1.6 キャラットのラブラドライト、可愛い雰囲気ですね。1650円で1ピース限定でご紹介を、させていただきました。まあ今ね1番から10番までご紹介させていただきましたが、楽しくないですかね。はい、まだまだ楽しい時間続きます。はい、続いて11番からいっちゃいますが、失礼しました、11番はこちらご紹介しましょう。これもね選んでご購入したい方多い宝石かなと思いますが、はい、綺麗ですね。はい、ガーデンクォーツになります。高品質ですね。はい、この、クォーツ部分の透明度すごく高いです。で、インクルージョンもしっかりとね、ガーデンになってます。はい、約縦17ミリ、横が12ミリサイズ 11.74 キャラットのガーデンクォーツご紹介です。3980円で1ピース限定。めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、11番、ガーデンクォーツ。そして12番いきます。12番は、これはね、人気が高い宝石です。はい、いきます。これは綺麗ですよ。はい、ということで12番はミルキーな雰囲気がねたまらないエメラルド、そしてサイズ大きいです。約縦 8.8 ミリあります。横が 5.1 ミリサイズ、0.88 キャラットのミルキーな感じのねエメラルド、透明感もしっかりあるのが魅力です。3500円で1ピース限定。この子が12番のエメラルド。そして13番はこれもね選びたい方多いんじゃないかな。そしてね今回めちゃめちゃ大きいんです。よいしょ。はい、ということで大きいですね。約縦 15.9mm 横が 14mm サイズ 13.45 キャラットのビッグサイズの、そうなんです、カイアナイトになります。ピンセットでギリギリ持ってるかな。こんな感じでインクルージョンがね最高に美しいですね。はい、13番ビッグカイアナイト、3500円で1ピース限定。これかなりお得感あると思います。そして14番いきましょう。14番は、まあ、可愛い宝石好きな方はねこの宝石好きな人多いんじゃないかなと思いますが、はい、続いて14番アメトリンですね。可愛いですね。パープルカラーの水晶とイエローカラーの水晶が一つの宝石内に共存してるよっていうね、そんな宝石になります。はい、約縦が 9.7mm 横が 5.0mm サイズ 1.55 キャラットのアメトリン、サイズ大きめですね。はい、1200円で1ピース限定。可愛いですね。はい、アメトリン、もう名前も可愛いんですよね、アメトリンは。はい、ということで15番いきます。15番はこれも可愛い、カラーも可愛いしカットもちょっと見てよって感じなんですけど、リーフカットですね。ちょっと声裏返っちゃいましたが、葉っぱのカットのアクアマリンになります。サイズ大きくてちょっとねピンセットで掴みづらいんですが、ちょっと待ってください。こんな感じ、可愛いですね。約縦が、14mm 横が 10mm サイズ、大きいですね。 6.1 キャラットあります。はい、
表面もこんな感じでカットが入ってて、裏面もこんな感じでカットが入ってるっていう感じで、はい、2980円で1ピース限定、綺麗ですね。はい、綺麗だし、まあ、カットも楽しめるしっていう感じのね、宝石です。15番、リーフカットのアクアマリン。続いて16番は、まあこれはね、まあ、コレクターストーンと言ってもいいかな、人気高い宝石で、はい、16番はピンクダイヤスパーなんですけど、今回のピンクダイヤスパーは本当ピンク濃いです。見ていただくと分かるんじゃないでしょうか。ピンクかなり濃いめの、ピンクダイヤスパーになります。はい、約縦が、5.8 ミリですね。横が3.1 ミリサイズで 0.53 キャラットあるピンクダイヤスパーは可愛いですね。可愛さもあり、なんかコレクションにしたくなる宝石ですね。はい、4500円で1ピース限定、ピンクダイヤスポアですね。あ、続いて17番は、まあこれはもう一点物で選びたいランキング1位に入ってくるんじゃないかなっていう宝石、はい、レインボーフローライト、可愛いですね。グリーン、そしてちょっとオレンジ味も感じるイエロー、そしてイエロー、たくさん色入ってます。はい、なのでレインボーです。はい、10.7mm×9.0mm、 5.46 キャラットのビッグサイズのレインボーフローライト、これはね人気高いんじゃないかな。カラーの配色がね可愛いですね。2980円で1ピース限定。そして18番です。18番は、あ、これもね可愛いですよ。はい、ということで18番はブルートパーズなんですが、裏面がペタッとしててね、表面がこんな感じでカクカクというカットが施されてるまん丸のねブルートパーズ、可愛くないですか。輝き方が可愛い。はい、約 11.8 ミリサイズで8キャラットあります。 8.02 キャラット、1980円で1ピース限定、これもかなりチャンスじゃないでしょうか。18番は可愛い、はい、ブルートパーズですね。そして19番いきますが、19番はこれも可愛いです。ちょっと可愛い続いてますね。19番はビッグサイズのピンクトルマリンですね。なんかイチゴみたい。はい、約縦が 13.9mm、 横が 10.0 ミリサイズ、 4.68 キャラットのビッグサイズトルマリン、4650円で1ピース限定。黒背景でも見てみると神秘的です。インクルージョンが神秘的ですね。はい、4650円で1ピース限定になります。この子が19番。そして20番、あ、20番ね、これも超チャンスで、カットとカラーと透明感と輝き、ちょっと皆さん全部見てください。はい、まあ見てくださいということで、綺麗ですね。20番は皆さん、これ何の宝石か分かりますか。アメシストではないですよ。はい、20番はそうパープルカラーとそうピンクカラーも噛んでるよっていうのがね、この宝石の魅力です。はい、20番はビッグサイズのクンツァイトですね。でカッティングも面白くないですか。裏面がねこんな感じでカットが施されてて、表面から見るとこんな感じありますか。ちょっと特殊カットみたいなね雰囲気を持ってます。約縦 15mm、 横 10mm サイズ、 9.4 キャラットのビッグサイズクンツァイト、なんと 12,800 円で1ピース限定、まあ、この品質でこのサイズでこの金額は、まあ、ちょっとねかなりサービスにしてます。はい、はい、ということでここまでで1番からね20番までご紹介させていただきましたが、どうですか皆さん、お好みの宝石は見つかりましたかね。はい、たくさん今日ねご紹介させていただきますので、あとまだまだ40個ありますね。はい、ちょっとね、また皆さん楽しみながら見ていただきたいです。続いてじゃあ21番いきましょうか。21番はねこれね、ラベンダーカラーが可愛いんですよね。輝き方がこう分かりますか、柔らかい輝き、ミルキーな輝きのラベンダークォーツ、約縦 10.4mm、 横が 8.4mm サイズ、 2.94 キャラット。21番はラベンダークォーツ、はい、1500円で1ピース限定、かわいいですね。これ人気高いんじゃないかなと思います。そして22番、これもかわいい、すいませんちょっとねさっきからリアクションがねうるさいんですが、はい、22番、メキオパーって感じでメキシコオパールになります。略してメキオパ、かわいいですね。三角形のメキシコオパール、約縦 8.9mm、 横も 8.9mm サイズ、 1.5 キャラットあります。1800円で1ピース限定、輝きもありカラーもかわいいしっていうねオパールになります。はい、1800円で1ピース限定。そして23番はサンストーン、また登場してくれましたが、この子もね分かりますか、この
綺麗なインクルージョンの輝き、そして透明感、サイズ、そして金魚っぽさもある、そんなね3層になります。約 9.57ミリサイズですね。 4.47 キャラと1580円で1ピース限定、これもね人気高い一石じゃないでしょうか。そしたら24番いきましょう。あ、24番もまた登場してくれましたが、また今度はね全然違う雰囲気。はい、レインボーフローライト、約縦 11.9mm、 横が 10.0mm、 サイズ 7.7 キャラと、面白いカラーの配色ですね。はい、3500円で1ピース限定、7キャラットアップ、かなりサイズ大きめでお尻も深めになります。そして25番は、あ、これもね超チャンスになります。ちょっとね小さい欠けがあるんですけど、めっちゃ綺麗なので、これは買えた方かなりラッキーじゃないかなと思いますが、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、登場してください。ということで、あー綺麗ですね、ルビー登場ということで、ちょっとねこれね小さい欠けなので分かりづらいんですが、ここにね本当に小さな欠けがあります。なので小欠けルビーという形でご紹介します。小さい欠けですね、4.4×3.4mm サイズ、0.27 キャラットの、カラーの発色がねめちゃめちゃいいんですよ。可愛いルビー、1500円で1ピース限定、まあ、ちょっと訳ありだからこそ、まあ、この価格帯で出しちゃおうかなということで、今日のね配信に登場してくれました。そして26番いきます。26番はサービスイベント登場ということで、これはね一席じゃなくて一点物じゃなくて、ちょっと複数席出させてもらいますが、はい、これね結構珍しい宝石で、ジルコンなんですが、グリーンカラーのジルコンになります。グリーンカラーのジルコンって珍しいですよね、なかなか見ないと思います。でなかなかご紹介も今までねしてきてないんじゃないかなと思いますが、本当に小さいグリーンジルコンで、品質もなかなかいいんですが、小さいグリーンジルコンを超お得な価格帯、すいません声がね裏返っちゃってますね、超お得な価格帯でご紹介しちゃおうかなっていうねイベントやりたいと思います。26番はグリーンジルコン早い者勝ちイベントということで、約一番小さい子で 2.5 ミリサイズの子が一番小さくなってきますが、こちら一席でお届けしますが、はい、一席あたり555円で17名様限定でご紹介です。まあジルコンという鉱物自体持ってない方とか、ジルコンは持ってるけどグリーンカラーのジルコンは持ってないよって方、はい、ぜひね、ちょっとこのグリーンジルコンの魅力に触れてみたいよって方はめちゃめちゃチャンスです。555円で17名様限定になります。小さいんですけどすごくね魅力詰まってますし、存在感あると思います。はい、26番はグリーンジルコン、そして27番はこれはねビッグサイズでカラーがいいですよ、透明感もあるしね。はい、約縦が 14.9mm、 横が 11.1mm サイズ 7.2 キャラットあるビッグサイズのグランディディエライト、透明感あります、インクルージョンも綺麗ですね。はい、超サービス価格になってます。はい、 7.2 キャラットのグランディディエライトがなんと3500円で1ピース限定。はい、27番ですね、ご紹介させてもらって、次が28番いきましょう。28番はカボションの可愛い、ちょっとこう背が高い感じで可愛いですね。約縦 9.7mm、横が 7mm サイズのアクアマリンになります。 3.01 キャラット1800円で1ピース限定のアクアマリンです。そして29番はこれはねまたコレクターストーンと言ってもいい宝石だと思うんですが、大粒でかっこよくて輝きもしっかりあってめっちゃめちゃ綺麗なスファレライトですね。29番は大粒のスファレライト、輝きしっかりとあります、かっこいい雰囲気ですね。約縦 8.8mm で横が 6.7mm サイズ 2.4 キャラットある29番はスファレライト、12800円で1ピース限定、これはね迫力ありますよ、迫力ですね、迫力があります。12800円で1ピース限定。そして30番ね、これもね綺麗なサファイア登場してくれます。なんか可愛い青色って感じですね、まあ、可愛い青色っていう表現があれですけど、なんかこうミルキーさがあるねサファイアかなと思います。はい、約縦 7.1mm 横 5.3mm サイズ 1.17 キャラットの
30番サファイア、2500円で1ピース限定。これはね、可愛いので人気高いと思います。ということで、ここまでで30番までの宝石ご紹介させていただきました。今やっと折り返し地点というところで、はい、あと30席の一点物宝石とサービス企画、ご紹介させていただくので、ぜひ最後まで皆さん楽しんでいってください。31番いきます。31番は大きいですね。エメラルド、約縦が 10.2 ミリ、横が 8.1 ミリサイズ、 2.4 キャラットあります。大粒のエメラルド、カラーいいですね。7980円で1ピース限定。この子が31番。そして32番、32番はこちらのマーキースカットのタンザナイト、綺麗ですね。カラーの発色めちゃめちゃ綺麗です。はい、約縦が 7.5 ミリ、横が 3.7 ミリサイズ、 0.54 キャラットの綺麗な綺麗なタンザナイト、失礼しました。はい、32番ですね、ごめんなさい。32番のタンザナイトは、1780円で1ピース限定になります。はい、32番。そして33番は、このアメトリンもね、可愛いんですよ。ちょっと見てください。オーバルカットのね、アメトリンになります。しっかりパープルとね、イエローから分かると思います。混ざり合ってる感じがね、可愛いですね。約縦 12mm、 横が 9mm サイズ、 4.9 キャラット、2980円で1ピース限定。この子が33番のアメトリン。そして34番は、これもね、カラーすごいですよ。まず白背景からいきましょうか。カットも面白くないですか。なんかこう輪郭がこうカクカクってなってるね、ティールカラーのグランディティエライト、約縦 12.5mm、 横が 10.6 ミリサイズ、 6.33 キャラット、綺麗ですね。かっこいい雰囲気のグランディティエライト、5980円で1ピース限定。これも人気高いんじゃないかなと思います。そして35番、35番はなんかね、輝き方が可愛いんです。強い輝きだけど、なんか可愛らしさを持った宝石。35番、ホワイトジルコン、約縦 7.1mm、 横が 5.2mm サイズ、 1.5 キャラットある、綺麗な、品質がいいね。ホワイトジルコン、2980円で1ピース限定。品質いいの伝わってますよね。輝きがね、本当に強い。はい、35番はホワイトジルコンご紹介です。そして36番、36番もこれはね、コレクターストーンと言ってもいいかな。コレクターストーンなんだけど、可愛らしさもある宝石です。はい、36番はコーネルピンになります。約縦 4.3mm、 横が 3.0mm サイズ、0.19 キャラットのコーネルピン、2980円で1ピース限定。可愛いですね。可愛い雰囲気のね、コーネルピン狙ってたよって方、ぜひゲットしてみてください。続いて37番、37番は再登場、リーフカットのアクアマリンです。この子も大きいですね。約縦が 15.8mm、 横が 11.8 ミリサイズ、裏面こんな感じですね。 5.7 キャラットある。37番はリーフカットのアクアマリン、カラーもね、しっかり色づいてるのが特徴かなと思います。2500円で1ピース限定。そして38番いきましょう。38番はこれはね、可愛いし綺麗だしっていう宝石ですね。人気高いと思います。綺麗なピンクカラー、はい、モルガナイト、38番はモルガナイト、約縦 6.7mm、 横が 4.8mm サイズ、黒背景で見るとこんな感じ。品質いいですね。はい、1980円で1ピース限定。38番はモルガナイトになります。そして39番、39番は、あ、これもね、綺麗だし金額帯超チャンスになってます。はい、綺麗なブルーじゃないですか。アフガナイトです。はい、約縦が 3.9mm、 横が 3.3 ミリサイズ、 0.15 キャラットの39番、アフガナイトですね。神秘的なブルーっていう表現が合ってるかな。はい、39番はアフガナイト、なんとなんと4980円で1ピース限定。まあ、この品質で4980円は正直安いんじゃないかなと思います。そして40番、40番はね、これね、入りきらないんじゃないかな。どうだろう、入ったか。はい、入りました。あー、このね、虹色の輝き見てください。モルガナイトです。はい、約縦が 31mm、 めちゃめちゃ大きいです。そして横が 23mm サイズ、33キャラット、なかなか言わないですね、33キャラットのモルガナイト。ちょっと手で失礼しますが、
虹色のインクルージョンがねキラキラなんですよ。めちゃめちゃ綺麗です。はい、このサイズ感でなんとなんと3980円で1ピースゲット、これもかなりチャンスじゃないかなと思います。はい、ここまでで40番までかな、40番までご紹介させていただきました。あと残り20個になってしまいましたが、最後までねちょっと楽しく皆さんと宝石眺めていけたらと思います。はい、続いてじゃあ41番いきましょうか。41番はこれもね再登場かな、マリガーネットなんですけど、マリガーネットもねさっきご紹介させてもらったのはちょっと褐色系だったかな。で今からご紹介させていただくのはちょっとこうグリーン味も感じ、ちょっとこうイエロー味も感じみたいなね、そんなカラーの、41番マリガーネット、マリ共和国付近で産出されることからマリガーネットって名前がつきました。はい、 4.1 ミリサイズ 0.45 キャラット、1500円で1ピース限定、綺麗なガーネットですね。まあ、ガーネットの中でもね輝き重視のね、ガーネットになってきます。そして32番はこちらも再登場してくれます、クンツァイト、綺麗ですね、カラー濃いんですよ今回。42番はクンツァイト、約縦 10mm 横 7.8 ミリサイズ 4.7 キャラット、綺麗ですね、インクルージョンのちょっとシュワッとした感じもねいいですね、綺麗なクンツァイト、すいませんクンツァイトですね、口が回ってないです。42番はクンツァイト、このサイズ感でなんと6980円で1ピース限定。続いてちょっとこれもねサービス企画で、これはね2名限定の企画なんですが、ぜひ気になる方ゲットしてみてください。43番はですねサンプル品パックやりたいと思います。これ2名限定です。はい、これ見たことありますか、ブルートパーズのね、中にイルカが描かれてるよっていうね、ブルートパーズのインタリオになります。可愛くないですか、一番小さい子で 5.8 ミリサイズ、まあほとんどサイズ感同じだと思っていただいて大丈夫なんですけど、今回サンプル品パックこちらのイルカのインタリオ確定の2名様限定サンプル品パックやりたいと思います。はい、他何席入るかお楽しみですが、この1席は確定でいきます。はい、イルカのインタリオ確定で他何席入るかお楽しみのサンプル品パック、かなりお得感強いと思います。4980円で2名様限定、まあ、この、まあ、インタリオの、ね、宝石はなかなか、今後ご紹介できないので、ぜひぜひ気になる方ゲットしてみてください。そして44番はビッグサイズのね、これも綺麗ですよ、サンストーンですね、赤みが強いですね、インクルージョンもしっかりとキラッとしてくれます。約縦が 18mm 横 13mm サイズ 13.9 キャラット、しっかりサンストーンしてますね、サンストーンしてるってねなかなか言わないですね、綺麗なサンストーンになります。はい、4580円で1ピースゲット、もうサンストーンの良さがねしっかりと伝わってくるよっていうのをサンストーンしてるって私言いました。はい、44番はサンストーン、綺麗なキラキラキラ伝わってますかね、大粒ですね。はい、4580円で1ピース限定、44番はサンストーン、そして45番は、まあ、これもね選んでご購入したい方かなり多い宝石かなと思いますが、モザイクオパールになります。オパールをね職人さんが貼り合わせてくれて一つのね、オパールになったよっていうね、そんなモザイクオパールご紹介です。裏面がオニキス、表面が樹脂が貼られていて、その間に、オパールが敷き詰められているよというねモザイクオパールご紹介です。ほんとねいつも思うんですけど、ステンドグラスみたいなね美しさを持ってます。アート性を感じるモザイクオパールですね。約縦が 17mm あります、横が 13mm サイズ、 7.2 キャラットある綺麗なモザイクオパールですね。しっかり有色効果も感じます。2200円で1ピース限定、この子が45番の宝石です。そして46番はこれもなかなか珍しい宝石じゃないかなと思いますが、ミルキーな感じのグリーンカラーのエンスタタイト、これもコレクターストーンですね。約縦 8.0 ミリ横が 6.8 ミリサイズ、1.68 キャラットのグリーンカラーのエンスタタイト、可愛い輝きなんですよ。はい、ということでね46番はエンスタタイトご紹介です。1キャラットアップですね。13800円で1ピース限定、この子は46番のエンスタタイト。そして47番はこちらも再登場なんですが、カッ
ティングがめちゃめちゃいいんですよ。はい、47番はピンクダイヤスポアになります。約縦 6.5mm、 横が 4.6mm サイズですね。 4.6mm サイズ、 0.56 キャラットの17番はピンクダイヤスポアになります。カッティングとカラーと輝き、非常に素晴らしい一石じゃないかなと思います。はい、47番はダイヤスポア、4800円で1ピース限定。なかなかこのカット出会えないので、まあ、カット気に入ってくださった方はぜひ手に取ってみてください。そして48番はこれ黒背景の方がね、しっかりと魅力伝わるんじゃないかな。透明感しっかりあり、インクルージョンも素敵ですね。はい、48番タンザナイト、約縦 10mm、 横 7.9mm サイズ、 3.5 キャラットあります。1750円で1ピース限定。綺麗なインクルージョンです。タンザナイト、またね、カボションになるとね、また伝わってくる魅力全然違うんじゃないかなと思います。そして49番はこれはね、神秘的な宝石ですよ。モスアゲートになります。インクルージョンがね、なんとも神秘的な宝石で、まあ、ミルキーさも可愛いですね。約縦 9.9mm、 横 8.0mm サイズ、 1.8 キャラットある49番モスアゲート、680円で1ピース限定。サイズ大きいんで、サイズ680円で1ピース限定。そして50番はこれもね、人気が高い宝石で、レア度も高い宝石なんですが、今回なかなか品質がいいんですよ。しっかりね、輝きがあるアキシナイトですね。これはね、綺麗ですよ。綺麗だし、なんか大人っぽさもあり、レアストーンでありっていう感じですね。はい、アキシナイト、約縦 6.3mm、 横が 6.2mm サイズ、 0.86 キャラットとサイズ感しっかりとあるアキシナイト、6500円で1ピース限定でご紹介です。6500円で1ピース限定。はい、そしたらね、最後の10席となりましたが、最後の10席皆さんね、一緒に楽しみながら、見ていただければと思います。なんかね、いろんな宝石登場してくれるので、見てるだけで皆さん楽しくないですかね。私もね、紹介してていろんな宝石にね、触れられて楽しいんですが、やっぱね、宝石こうやってご紹介してると、宝石ごとにね、全然魅力違うので、それもまたね、この宝石の、まあ、楽しさじゃないかなと思います。まあ、ハマってしまう一つの理由じゃないかなと思いますが、51番はコーネルピンですね。約 3.9mm サイズ、 0.40 キャラットのコーネルピンご紹介です。6980円で1ピース限定で、お尻かなり深めです。6980円で1ピース限定。ちょっとこうミルキーさもある感じがいいですね。はい、この子が51番。はい、続いて52番いきますが、はい、52番はサービスイベントをご紹介したいと思います。52番はサービスイベントいきますが、フェナカイト、これもね、レアストーンなんですが、こちら大放出しちゃおうかなというね、そんなイベントやりたいと思います。はい、カットがね、丸い子とか、ちょっとね、四角い子とか、カットどの形が来るかお楽しみなんですが、フェナカイトこの価格で出しちゃっていいのって感じで入れちゃいたいと思います。はい、最初 2.6mm サイズのフェナカイトですが、まあ 2.6mm サイズといってもね、フェナカイトですからね。はい、大放出します。はい、1500円で41名様限定。これ大丈夫かなって感じなんですけど、まあ、フェナカイト、まあ、今回ね、見てくれた方限定になっちゃうかもしれませんが、フェナカイト大放出しますよということで、1500円で41名様限定。そして53番いきますが、53番はこちらもラベンダークォーツ、約縦 11mm、 横が 8mm サイズ、 2.82 キャラットのこちらもね、結構大きめのラベンダークォーツになります。可愛いですね。1500円で1ピース限定。この子が53番。そして54番はこちらも再登場って感じで、可愛いアメトリンですね。しっかりカラー色づいてます。はい、約縦が 9.8mm、 横が 5.0mm サイズ、 1.82 キャラットのサイズ大きめのアメトリンですね。まあ、可愛いですね、本当に。1350円で1ピース限定、54番。そして55番はこの子はさっきの子よりちょっと育った感じがあるかな、大きいんです。あー、綺麗ですね。約縦 11mm、 横 9mm サイズ、 4.75 キャラットのカボタン、はい、カボションタンザナイトですね。カボションタンザナイトね、僕らカボタンって呼んでますね。はい、可愛いんです。はい、名前も可愛いですね。カボタンって可愛いですね。はい、2200円で1ピース限定。この子が55番。そしてもう56番来ちゃいました。56番は今回ね、ちょっとマリガーネット多めに入れさせてもらってるんですが、
56番マリーガーネット、イエローカラーのね、しっかり輝きがあるマリーガーネット、約縦5ミリサイズ、約縦じゃないですね、縦横5ミリサイズ、 0.7 キャラットのマリーガーネット、2400円で1ピース限定、すいません声が出てません、2400円で1ピース限定でご紹介です。はい、ということで残りわずかとなってきました。ここから57番、8番、9番、60番ということでご紹介したいと思いますが、残りわずかですが皆さん楽しんでいってください。続いてクロムダイオプサイト、今回結構お尻浅めなのでこの金額帯で抑えられてるよって感じで、約縦 7.0mm、 横が 5.1mm サイズ、 0.73 キャラット、なんと1800円で1ピース限定、グリーンが濃いですね、1800円で1ピース限定になります。あ、ごめんなさい、でね、ちょっとね気持ちここに小さな欠けがあります、まあ、それもね加味した金額になってます。1800円で1ピース限定。そして58番、は希少石登場してくれますが、これはねカットが魅力的ですね、ローズカットのねアレキサンドライトなんですよ。結構珍しいですね、ローズカットでアレキってなかなか見ないんですが、今回ね綺麗なんですよ。ローズカットとアレキサンドライトのね相性ってめちゃめちゃいいなと思いました。はい、約 2.4 ミリサイズ、 0.05 キャラットの綺麗なアレキサンドライト、ちょっとねこのカメラで撮ると気持ち青みが強いんですが、もっとねグリーンカラーの、宝石になります。詳しくはねぜひ、ショップページの写真見てみてください。そして肝心なカラーチェンジはどうかな、あーバッチリですね。はい、58番はローズカットのアレキサンドライト、これねすごく人気が高い宝石です。はい、58番はアレキサンドライト、 12,500 円で1ピース限定になります。さあ残りわずかとなりました。59番、も希少石、パライバトルマに行きましょう。あー綺麗ですね、パライバいいですね、インクルージョンも綺麗だし、カラーもいいし、透明感もあるし、サイズも大きいですね、約縦 6mm 横 4mm サイズ、 0.49 キャラットの大きめのパライバトルマリン、19,800 円で1ピース限定、これは綺麗ですね。59番はパライバトルマリン。そして60番いきましょう。60番はね最後タンザナイトで締めませんかということで、今度はサイズちょっと大きめのタンザになりますが、あー綺麗ですねこのタンザも、めっちゃ綺麗じゃないですか、インクルージョンの輝きがねすごく綺麗なんですよ。はい、約縦が 10mm あります、横が6.5 ミリサイズ、 3.49 キャラットの大きめのタンザナイトご紹介ですが、まあ、カラーもいいし大きさもいいし透明感もあり、そしてインクルージョンもね綺麗という、もうすごく綺麗なタンザナイトになります。インクルージョンのこの輝きが分かりますか、ちょっとこう虹色がねこう出てくれます、声が出てませんがね、ここあー綺麗ですね。はい、ということで60番はタンザナイトご紹介させていただきました。ちょっとずっとこうやってたいですね、めちゃめちゃ綺麗です。はい、最後は60番タンザナイトご紹介させていただきました。15,000 円で1ピース限定ということで、はい、今日はですね、まあ、一点物メインでね、1番から60番までの宝石ご紹介させていただきました。はい、ぜひですね、この動画の概要欄の方に、商品ページのね、公開時間記載させていただいてますので、お気に入りの宝石見つかった方、ぜひショップページを見ていただけたら嬉しいなと思います。またちょっとイレギュラーな感じで、こんな感じでまたね、イレギュラー配信もやっていくので、ぜひね、その際は、宝石のね、魅力たくさん伝えていくので、一緒にね、楽しい時間を過ごしていただけたらと思います。ということで今日は皆さんですね、YouTube 配信をお越しいただき、本当にありがとうございました。それでは、ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。